生きてる、あ生きてたね、よかった、朝からずっと待ってましたって、ありがとう、雪大丈夫だったって、あ待って、雪あめっちゃ大丈夫あ風強いなって思ってたら雪降ってたのね、めっちゃ風強いと思ってた、あ寝て、あ寝てない寝てない、ゲームしてたね、家から出てないね、家から出てないだっけ、あのゲームしてましたずっとね、外も外も見てない嘘でしょ、え雪降ってるの、ちょっと今から外出てこようかな一回、嘘でしょ、窓開ける、カーテン開ける、ちょっと待ってちょっと待って、カーテン、ちょっとカーテン開けてくるわ、行ってきます、やばっ、何これ、おい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 、嘘でしょ、ねえ嘘、雪降ってるじゃん、やばい、雪降ってた、嘘、めっちゃ積もってるじゃん、雪合戦できるやん、やばー、いやびっくりしちゃった、こんなに降ってたん、めっちゃさ積もってた、このぐらい、このぐらい積もってる、すごい、すごい、嘘、やばいな、ねえ、あ今日ね、あ違う、まだねメールの返信ね読めてないの、あの今日のやつは読めてないの全然、ねえすごいね、とりあえずかき氷シロップ買ってこなきゃね、ね、ちょっとかき氷食べようかみんなで、できるかな、沼にはまりに来ましたってありがとう、ね、あの雪だむだる、え、はるちゃんも雪だるまになれるぐらい降ってる、え、すごい、え、本当にすごい、雪合戦しようみんなで、みんなでしよう、今日なんかはるちゃんさアイラインだけさ引いてさリップさ色つけてないんだけどさ、ねえリップどこやった、はるちゃんのリップあった、ねえ積もったね、ねえ雪合戦しよう、ねえ雪だるま作ったことないです、あでもね、ああるわ、あの友達となんか友達が作ってたのをはるちゃんずっと眺めてた、 あと家族が作ってたのをはるちゃんずっと眺めてた、なんか今日なんかおとなしそうな顔してるね、そう千葉だとね雪ないからね、ねびっくりだよ、ね雪だるま作ろう、ね、あゴミついてるの雪、え雪ゴミついてるの、雪降ってたの知らなかったのは面白すぎるって、あびっくりした、えだからかなんかさなんかね友達とかさいろんなね子からなんかね雪大丈夫雪大丈夫って、いやこっち降ってない絶対降ってないよって話してたんだけどさ、あ降ってた、雪降ってるやん、ね友達からね雪大丈夫そっちって、いや絶対降ってないってって言ってたら降ってた、嘘でしょやばい、めっちゃ外見てなかった、
ね、雪だるま作ろう一緒に。ね、雪で帰る作れないよ。頑張って作ってみようかな。あ、今日も可愛いねってありがとう。ありがとうございます。ブザービートもありがとう。ね、おとなしそうな顔だよね。だよね、メイクしてないからかな。ねえ、ね、なぜ参加しなかったよって。いや、私寒がりだから外出るだけで精一杯だったんです。雪触れなかった、寒すぎて。一回触ったんだけど、なんか手が冷たくなってなってたからね。友達がね、あの雪だるまを作ってる中、私は写真を撮ってた。雪だるまの触んなさいよって触る、うん、じゃあ今回は触りますね。雪玉本気で投げていいって。あ、じゃあ私も本気で投げちゃおうかなね。私もっとソフトボール部だからさ、ちょっと頑張って本気で投げてみようかな。ちょっと雪玉にあの石とか集めてやばい、嘘、冗談、それは冗談ねそれは待って、本当に冗談だから、冗談だからやめて冗談だよ、本当に冗談だから、本当に逃げないで、みんな本当にごめん、今の冗談すぎる、やばい。今日ね、人とねあんまりあの喋ってなくてさ、冗談言いたいんだよね。いや、話したけど、家族とは話してたけどさ、うん、で家族以外の方とは話してないからさ、だからね、こんな冗談をね言いたいんですよ。ね、今 M1 やってるんですね。 M1、 あ、こんばんは。排気ガスだらけだから食べちゃダメ。分かった。ね、ね、朝から降ってたのね。大雪だったん？ね、家から出てない。あのね、今日はね久しぶりの休日ということで、ゲームをずっとやってました。ゲームやってたんだよ。うん、待ってね、スクリーンタイムちょっと調べるわ。今日のゲーム時間、ミシヒロ、あのミシクヒーローズ開いた時間6時間18分ですね。今日今のところ開いてる時間ね。可愛い子発見ありがとう。はるちゃんのゲームの進みがすごいって言ってたけど、1日やってたって。ああ、そうなんですよね。あの昨日は11時間やってたの。昨日は11時間やってたんだけど、なんかさ、メンバーでさ、私だけかな、私とスモちゃんね、私とスモちゃんだけね、なんかねあれなんだよね、ギルドに入れてなくてさ、悲しい。なのみんな、待ってね、ギルドって誰が入ってるのか見れないの？ギルドロビー、あ、こんなにいっぱいいる。え、あの私チュンの助です。チュンの助、皆さん見てください、私のレベルね。あ、私一番じゃね、チュンの助で。おはるちゃん、はるちゃん、ちゅんのすけっていう名前でやってるね。え、これチャットしていいの？これチャットしていいんですか？送っていいのこれね。私ちゅんのすけだよ、ちゅんのすけね。
こんばんは、ね、雪のせいでは明日朝起きるのが怖いですって。確かに今劇場の近くにいますが、東北へ帰ろうか、何に泊まろうか、ホテルかな、ね、迷ってる、悩んでる。あー確かに雪だもん ね、長靴必要だ ね。スポーツマンシップのかけらもない。あやだ、ごめんごめん、石入れない、絶対本気で投げるなら本気で受け止めます、ハルチュンからの愛をって。えありがとう、ね、休みの日に引きこもってゲームとか最高だねって、めっちゃ最高。今ロングコートダディが1位だよって。あ本当、私ロングコートダディさん応援してるの今。なんかね、去年だっけのさ、去年かなのさ、なんかねあったんだけどさ、肉うどんが忘れられなくて、あやばい、なんかみんなオンラインになっちゃってるね、配信見てくれてんのかな、えみんなさ、えみんなオンラインいた、足打ったね、今日テンションおかしいんだけど、やばいね、やばい、みんな配信見てくれてんのかな、なんかオンラインになってきちゃってる、あ自分も同じくらいだったん。あゲームめっちゃ進んでる今ね、12-24やってるね、11時間ワイも同じタイミングでギルド入れたって。あ、よかったね。嬉しいですね。本当に。やっと入れたよ。ね。頑張ってねってありがとう。頑張れ。まだやってないって。え、なんで？やろうよ、ゲーム。一緒にやろうよ。ね、はるちゃんがいつゲームやってるかバレちゃうんだけどさ、絶対オンライン中ってなってるんだけどさ、ね、チュンの助強すぎてって、ね、ちょっとチュンの助強い、えありがとう、なんかめっちゃ褒められてるね、沼にはまりに来ましたってありがとう、可愛い子発見ありがとう、今日のはるちゃんテンション崩壊してる、えだよね、ね配信を BGM にやってるんですか？ 9-40 ボス倒せなくて泣いてるって、え私もそこ苦戦した、しかもさあれだ、なんかさあの40ってさ全部さ難しいんですよ、私全部あの苦戦 しまくってる、そうでもうん、でもなんか頑張ってる、チャット送りたいんだけどさ、送っていいのかな、 12-24 だとって、あクリスマスイブやん、ね、そう 12-24 です今、ブザビートありがとう、今日ワールドカップね、フランスとアルゼンチン、私さアルゼンチンにかけちゃってる今、ね、愛してますってありがとう、なんか今日さ目おかしい、ゲーム苦手なの？はるちゃんもゲーム苦手ね、ギルド入れた、やっとこれでギルドのなんか願い事やん、なんかやんないとね、ね困ったら、あ先輩困ったらいろいろと教えてくださいねって、あ分かりました、教えますね、うん、UR 欲しい、あ本当？はるちゃんのあげようか、はるちゃん今ねあとね 1,2,3,4,5,6,7、 あ待って違う、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あと10体揃えば図鑑完成する、10体ね、お金かけてないよ、お金かけてない、あの時間を費やしてる、
ね、可愛い子か発見かと思ったらハルチュンだったって。え、ありがとう。ハルチュンゲーム苦手な人には見えませんって。え、なんで苦手だよ。めちゃめちゃね、やった方がいいよ、これ楽しすぎる、本当に楽しいからね。小田さん出たね。小田さんさ、私さ、なんか使い方よく分かんなくてさ、ね、小田さん使ったことないんだけどね、どうやって使うんだろう、うん、でも一応成長はさせてる。あ、はるちゃんスマブラめっちゃ強そう。私スマブラめっちゃ好きなんだけどさ、私カービィしか使ったことなくてさ、でもカービィでも強いんですよ、カービィ、そのカービィ、こう固めてボーンってさなるじゃん、カービィって。あれをさ、ずっとやってるんだよね、なんか空中技、なんかね、カービィめっちゃ好きね。どうやったらつながれるのって、ギルドに入る、っていうことじゃないですか。え、これチャットって打てるんですか。え、これ絶対チャット打ってなくない、これどうやって打つのね。ちょっと誰かチャット打ってみてくださいよ、これ今さやかが1位になったよって。嘘、見たいね。待って、チャットってどうやって見るの。ブザビートありがとうね。あと3日で100日連続配信、え、そんなに経ってるね。配置変えるだけで倒せたりするから面白いよねって。え、わかる。なんか成長させなくてもさ、配置変えるだけでさ、なんか倒せるんだよね。何回もできなかったのに配置変えただけでこんなできるんかよって思う、ね、はるちゃんが言うならやってみようかなってね。ぜひぜひ、楽しいですよね。小田さんってその辺の人みたいで、あ、確かに小田さんがね。なんか皆さんめちゃめちゃやり込んでますね。はるちゃんもちょっと頑張んないといけないなって思います。ね、ゆきちゃんが剣を持ったおじさんとかよく言っててよくわからない。何、剣を持ったおじさんって誰だ。え、誰のことだ、剣を持ったおじさんって誰だ。今日は南川さんのことを3秒、カエルのことを30秒考えましたって。え、なんでやねん、はるちゃん3秒しかないの、ピアンだよね。今日はあ、これじゃない俺センスないのか、2の2で負けたよって。え、でもね、配置とか変えるとかなんかね、成長させると意外とスムーズに進みますよ、めっちゃ、ね、強化させるんですよ、強化。すごくこのゲームは楽しすぎる、ね、ブザービーターありがとう、ね、今送ったよって。え、あ、そのギルドです、そのギルドで会ってますね。待って、メッセージってどうやって見るんですか。ハルちゃん見れないんだよね、私ギルドに入れてたみたいって。え、本当ね、ギルドどうやって見るんだ。あ、わかんない、名前見てもわかりませんね。こんばんは。チャットの画面で歯車マーク、ギルドにチェックを入れるといいかとって。え、
よ。え、ないよ、わかんない。え、はるちゃんないんだけど、それ。え、会話できない状態。はるちゃんギルドってね、もう何人でも入れますよ。あの一つは40人だけど、なんかねどんどん増えていく。40人超えたらね、それ一つ一つはるちゃんも入っていくんですよ。可愛い女の子後ろに配置ってゆきちゃん言ってたん私それ関係なく配置してたんだけど、強さで。話聞いてたら面白そうだからやってみようかなって。ねえ、面白いですよ、面白い、めっちゃ。待って、え、ないわ。ねえ、はるちゃんのことを考えすぎて8時間しか寝れませんって。あ、めっちゃ寝てるむざびた、ありがとう、ね、下のメニューからギルド。え、ないないんだよね。え、はるちゃんないわ。なんでだろう、ギルドで話せない。プライベートしかない。へえ、なんかやってみようかな。はるちゃん今戦わせてる、ギルドのなんかで戦わせてるよ。申請してみた、何にかな、ね、こんばんは。はるちゃんのね、はるちゃんのギルド11人ぐらいだった気がする。なんか、こっちはチャットたまに動いてるからスイスイに聞くとわかるかもよって。え、スイスイも話してる？スイスイ話してる？それね、可愛い子発見ありがとう。画面見せてって。待って、はるちゃん今、今ね、ちょっと今なんか修羅戦記みたいなやつ戦わせてるんだけど、ギルドのボスね。長岡すごいの、ゆき、むさびたありがとう、可愛い子発見ありがとうね。ギルド3つ目できてるの、西方さんすごくないですか。すごいわ。ねえ、ギルドに入れただけですごくはるちゃんは大満足です。でもさ、あれ、はるちゃんの睡眠時間バレちゃうね。じゃあはるちゃんがいつ寝てるのかバレちゃうんだけどさ、これオンラインバレたらさ、絶対はるちゃんさ、もうゲームできなくなるってね。ゲームできなくなるってやばそう。え、まだ起きてんのかよって言われそう、やばい。あ、でも今日サッカーがあるからね、サッカーを見ながらできるもんね。あ、そうだ、サッカー見てるって言えばいいんだ。そうだ、うん、そうしようね。え、かえりさんも2つ目なの？すごいね。ねえ、新鮮のね、承認ね、はるちゃんできないんだよね、ギルドの。ねえ、だからごめんね、ちょっと。
ね、深夜に起きてたらどうしようって、あ、やばい、昨日、あの昨日はあのゲーム時間ね、昨日のゲーム時間は、何時までやってたんだろうね、はるちゃん。昨日っていうか今日か、朝方までやってた気がする。ちょっとバレちゃうね、睡眠時間。ね、チャットいけない、ね、チャットいけないよ、はるちゃん。ね、チャットできない。むしろゲームずっとしてたら俺も頑張ろうってなるよって。あ、ほんと？ならいいや、ゲームしちゃおう、ずっと。あ、名前言わなきゃよかったのか。そっか、じゃあ名前ちょっと変えようか。あ、でももうバレるか、名前変えたら。チャットいけなそうなんだけど。あ、リカ姫の洋服ですか。え、もらってないですね。今日はずっと家にいたから、うん、ね、ね、ギルド開いてもさ、はるちゃんできないからさ、ちょっとさ、なつきちゃんに頼む。ね、なつきちゃんにどうしようって。ね、チャットって打てるんですかって。この調子だと公演中ステージ上でゲームやってそうって確かにやばそう。でもさ、なんかさ、これさ、ゲームさ、こうやってさスワイプしないとさ、なんかオンラインがさ消えないみたいでさ、ね、オンラインが消えないみたいでですか、あ、オンライン、あの消えないみたいでさ、で、はるちゃん、あのスワイプするの開きっぱなしだと、あ、開きっぱなしの状態なんですよ、私いつも。だからさ、ゲームやってない時もさオンラインになってるんですよ、ね、そこは分かっててほしい。はるちゃん、スワイプするの忘れてさ、なんかさ、50個はないな、さすがに、あの20個ぐらい溜まってるんですよ。だからずっとオンライン中になってるかもしれん。いや、それ言い訳じゃない、ガチ、それはガチなの。なんかね、はる、あのずっと開いててさ、メンバーに言われたんだよね、え、こんなにゲームやってるのって。でもさ、いや、今ゲームやってないですって思ったらさ、ずっとオンライン中になってたらしくてさ、ね、やばい。いやね、いや、これはガチの言い訳じゃない、これは。ね、だからスワイプすることを忘れちゃうっていうのを、うん、ね、RBBB の新しい外国籍選手来ましたねって。え、ね、来ましたね。え、すごくさ、私さ、その選手のことさ、まだ全然分かってないんですけど、え、いい感じの選手なんですか？ね、私、全然知らなくてさ、試合を見てからかなって思ったんですけど、うん、どんな感じなんですか？でもなんかいい感じみたいなことは聞いた、ね、開きっぱなしだとずっとオンラインになるんでしょ、ね、オールしてることになっちゃうよって。え、そうなんだよ、
しかもさ、そのこのゲームね、スクロールしたことないんですよ私。こうシュッてやったことなくてさ、だからさずっとオンラインになってるんですよ、ぶっちゃけると。ぶっちゃけるとね、ぶっちゃけるとさ、一回もさスクロールしたことなくてさ、ずっとオンライン中の人間だからさ、ちょっと私がオンラインでも何も言わないでください。スクロールしない人間だからさ、なんか重いなって思う時ぐらいしかねスクロールしないんですよ。だからもう許してください。あ、今も20個溜まってますね、スクロールしないで。はるちゃんって本当にゲーム好きなんだねって。え、めっちゃ好きなんだよね。めっちゃ好きですね。ね、だって今日のさ携帯開いてる時間さ、え、これ絶対嘘だよ。え、待って、え、はるちゃんさ、はるちゃんさ多分携帯開きっぱなしで寝てるわ。なんか今日のさ携帯開いてる時間がさ19時間31分でさ、1時間しか携帯閉じてないんだけどさ、携帯開きっぱなしで寝てたわ絶対。あー、やらかしたな。ね、じゃあ本当ゲームしてない、ゲームしてない、ガチ、これガチ本当に寝てる、めっちゃ寝てたんだよ今日めっちゃ寝てるのに、なんか開きっぱなしで寝、開きっぱなしなんだけど、やばいね、バッテリー消費やばいよね、わかる。さっきさ 0% になってさ携帯が閉じてしまいましたね。今からカプセル投げるからチュー姫のアバター出るようにデロデロの前やってちゅんって、えっ、いきます、デロ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 、ハルチュンデロ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 、ね、これ出るかな、本当にオールランドに活躍してるくれそうな選手なの。なるほど、選手だよねこれ。スクロールって更新するって意味って、え、なんかね分かんない、はるちゃんもさその意味が分かってなくてスクロールしない人間なんだよね。うん、19時間は腐ってね、草だよ本当に。あ、待って、これね、誰に聞こうかな。ね、これは誰に聞こうかな。ね、ギルドのさトークって誰も話せないのかな、みんな。分かんないですね。よし、タスクを切るっていうのかなって。あ、そうなの、そういうことなの。ね、来月のショールームのゲーム部配信呼ばれるといいねって。あ、そうですね、ゲーム部さんの、呼ばれるといいね。配信見たいけど娘のバイト先まで迎えに行く時間だからまた来れたら来ますって。仲いいお父さんですね。ね、行ってらっしゃい。いいね、
私のお父さんもなんかよく送り迎えしてくれたな。今もしてくれてるけど今もしてくれてるけど、なんかしみりしますね。なんか今してもらえてないのかって言われたらしてくれてるんだけどさ、送り迎え。え、今日ね何時までかな。の一応22時までになってます。22時までになってるんだけど、いや、わかんない。はるちゃんの体力が持ち次第ですね。持ったら今夜のワールドカップ決勝見るの。あ、見ます。いや、見ますよ。見ます。見るね。タスク切った方が充電持つの。もう忘れちゃうんだよね、切るの。ね、ブザビートありがとう。で、急にしんみりしてどうしたって。え、びっくりだよね。え、なんかね、なんかわかんないけどしんみりになっちゃった。言い方がやばい。あの、ダメだった。なんかしんみりしちゃった。今はしてないみたいな言い方って、いや、今もしてくれてるんですけど、なんかしんみりした言い方になっちゃった。本当はなんだ、行きたくないの、なんだろうこれ。もつさんと美の頂点さんやったって。あ、はるちゃんじゃなかったん、ね、待ってちょっとさ隠してさ、ちょっとさ見せるけどさ、ちょっと名前が出ちゃうからね。こうやってさ、ね、挑戦のさ結果出ちゃうんだね、これ。あのギルドのさ、ちょっと曇って見えるんだけど画面がね。ギルドのさ、これはるちゃんが今あのやってるところバレちゃう。これちゅんのすけが何分前にクリアしましたみたいな、あのこのぐらいやりましたよみたいな。やばいやべえ、たった今やべえバレちゃうやばい、ゲームしてたことバレちゃう。あ、やべえ、バレちゃうダメだ、これはやべえやつだ。やばい。え、しかもさ、はるちゃんめっちゃ18もいってる。すごくない、すごい。2分前14分前あ、言わないで、それは言わないでくれこんばんはね、いつになったらチュン姫出るんやっちゃうね。こんばんはです。決勝を見るイコール夜更かししてゲームってちょっとそれは語弊が生まれるな。でもちゃんとね、サッカー見ますよ、ちゃんと。昨日も見てましたね、昨日も見てた。どうですか、昨日のさ試合さ、びっくりしちゃったんだけどさ、ね、クロアチア対モロッコでさ、クロアチアが点数決めたんだってさ、うおーってなってたらさ、2分でさモロッコが点数入れてさ、この試合なかなか面白いなって思いながらさ、ずっと見てたんだよね。ゲームしないんでさ、サッカー見てた、ずっと昨日。めっちゃなかなか楽しい、面白い試合でした、昨日の試合は。うん、可愛い子発見ありがとうね。柏崎も雪積もってきたでいって、あ、本当ね、こっちも積もってきたみたいですねてい。沼にはまりに来ましたって、ありがとう。自分宝箱15個だったって、あ、15箱だったって。あ、それね、私見れますね、それ。点の取り合いかと思ったら意外とそうでもなかったよねって。あ、確かに、もっとなんか点数動くかと思ったら
ね、そう、そんなんでもなかった。サッカー見るってことは明日も朝配信ないっちゅんって。でもね、どうだろう、あのね、今日朝配信やらなかった理由はなんかね、本当にあのなんかなんでだ、なんでかわかんないけど、気分というかなんかたまには夜2時間やってみようかなっていうテンションだったからさ、うん、ね、たまたまですね。でも朝起きれるっちゃ起きれるけど、明日なんかあったっけ、明日スケジュール的になんかなかったらまた朝お休みしようかなって思ってたんだけど、明日なんかあったっけな、明日もなさそうだな。いや明日、明日なんかある？いや、あ、え、ラジオとクラクラのメンバー発表って、え、クラクラのメンバー発表、あ、じゃあ夜できなそうかもしれん。18時から、やばい、なんで、え、なるほど、へえ、じゃあ何時から配信できそうかな。ね、僕は飲み会で飲みすぎてサッカー見ずに爆睡してましたって。あ、そうなん、ね、全く進まないんです。 0.3%? あ、ゲームですか。私もさ、全然進まなくて1時間ぐらいかかりました。あ、スラダンの映画見ました。2回見た、2回見てましたね。はるちゃんのね、決勝の予想はですね、アルゼンチンが勝つと思いますね。これ賭けに勝ったらさ、焼肉連れてってもらおうかなって思ってたんですよ。あ、18時からやるの？ 1 時間もやらないと思う。なんだろう、何時だろう、わかんないな。ね、みん、その情報どこからどこで見れるのね、どこで見れるの、どこで見れるのそれ。あ、待って、もう無理じゃん。ツイッター来たー、ツイッター来たよ、ほらー、もう、うわー、公式ツイッターですか。いやー、はるちゃんが一番、はるちゃんが一番ツイッター見れないやつやん。うわー、アネちゃん助けて。ねえ、アネちゃん助けて。スコアの予想ですか。2対1でアルゼンチン、2対1でアルゼンチンですね。ね、個人的にはフランスのか、あ、フランス勝ちの3対2と予想しますって。おお、ね、これもありそうだね。あ、シュート、打ち合いか。そう、そうかな、公式のツイートなの。公式ツイッターね、見れないのよ、ツイッター見れないの。これで新メンバーだったらどうしようって。あ、私ですか？ね、何どうしようって。何？私、クラクラさん、あれなんですか？入らないと思ってるんですか？そんな、何？無理系だと思われてる？これもしかして。ね、ツイッターしか勝たんのよって。もう。ね、ツイッターしか勝たんの？
私もツイッターアネチューンアネチューンツイッター見せてツイッター見せて実ははるちゃんメンバーなんでしょって何そのかっこいいかっこつけてるのねえアネちゃんの力借りないとこんばんは早く寝たいから延長 PK は勘弁って あ確かにねえ、ね、でも私はねあの全然延長してもあの応援はします寝ない絶対そういうわけじゃなくてメンバーが発表のタイミング知らないのかなってああ知らないふりして実はメンバー的なってなんかすごい裏を読まれてる実はうちの村長が一昨日配信があることを口滑らせてたっちゃんってあそうなんですかねえ「ムバッペが2点入れると予想します」って。あ、点数あ誰が入れるのかも予想ですか入ってたら嬉しすぎてテンション上がってゲーム課金しちゃうってやばいやばいでもさねえあれですよ仕事とかさあのイベントのこととか何にも知らないハルチュンですよねファンの方の方が先に知るじゃないですかハルチュンよりだからね知らないわけないですもんねって言われて本当に本当に知るやばいねハルチュンより多分みんなの方が知ってるかもしれん情報に関しては、ね、多分ハルチュンのファンは分かってくれるハルウッディえ何ハルウッディなんだハルウディあクラウディクラウディのハルウディハルウディハルウディねクラクラは可愛い系だけどハルちゃんセクシー系だから入らないと思ってますってハルちゃんセクシー系って言ってくれるんですか嬉しいですねギルドのチャットそろそろ見れるえちょっと挑戦してみていいですかちょっと今開いてみるわじゃあどうかなどうかな待ってえっあっ固まった待ってくださいギルドですよねはるちゃん意外と人狼とか得意なんですよあの人狼ゲームを1日にあ1日あのめっちゃハマってて1年2年ぐらいハマっててね毎日5時間やってました人狼ゲーム携帯のでも最近やらなくなっちゃったあーチャット見れないえこれかないや違うななんか外国人の方がいっぱいいるあ全地域のやつ見てたわね、全地域のチャットなら見れるわあっ待ってギルド選べない画面ギルドってところないんだよねえ待ってできますって待ってなつきちゃんが打てるみたいだからちょっとなつきちゃんに教えてもらうわえはいあのさ入ったばっかりだからかなそれがないんだよね言語とシステムの間にギルドあるのえねまただ
暖房消えた。なんか携帯反射しちゃう。ダメだ。反射しちゃうんだけどさ、配信画面が反射しちゃう。私が映ってる。え、ないの？ギルドが。ね。なんかね。ない。ないんだよ。どうすればいい？これは。待って、じゃあスクショして拡大するわ。じゃあ。ほら、あ、はるちゃんが映っちゃってる。ほら、ないの。あいなにないの。話せるところがない。なつきちゃんは話せるらしい。だからさ、時間経ってばいいのかな。うん、ねえ、話せないよ。話せないよ。ねえ、これやりたい。俺も同じタイミングでギルド入ったはずなのになって。嘘。ねえねえ、ねえチーム、これできないの？これエントリーできないの？これ、できないの？これ戦いたかったのに。こんばんは。ギルドの画面で左下の喋ってるアイコン。ああ、それでもダメだ。ないよ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。ギルド話せない。なんでだろう。なっちゃんは話せるのに。エアコン設定温度になると切れるけどって。あ、そういうこと。設定温度なんですか。もう、じゃあちょっとエアコン消すわ一回。ちょっと、電気代もったいないね。なつきちゃんに教えてもらうわ後で。なんか12月誕生日 CP 新潟市 0.4 度なのね。こんなにポイント入ってるんですか、はるちゃん。嬉しいですね。なんか、これ何？これポイント入ったらなんかあるの？こんばんは。ブザビートありがとう。ブザビートピーって、あれ、ん、あー、そういうこと。エアコン消した音ピーってね。どうしよう。どうやってギルド話せるようになるんですか。はるちゃん話したいんだけど、みんなと。はるちゃん話したいんだけど、一回アプリを消して、一回ちょっと全部のアプリ消して、一回開き直す。タスクを切るって。あ、そう、タスク切りました。そう、かわいこ発見ありがとう。ね、負けちゃいましたって。何が、何が負けちゃったの？ゲームのかな？ゲームの話かな？ね、今ゲームを開きまして、
ですかこれ。え、来た来た来た、話せるようになった、こんばんは。なんだろう、どんどん南川さんにハマってしまってるって、え、嬉しい、それはありがとうございます。え、ちょっと話せるようになった、ね、こんばんはだけ入れてみたね、よかったよかった、そういうこと ね、ここで話してくださいってね、このゲームいろいろと操作とか難しいってわかる、わかる。でもね、慣れたら意外とできるようになるね。これどなたがどなたなんでしょうかね、これ、これどなたがどなたなのかが、ね、おめでとうってありがとうね、ありがとうございます。知ってる名前しかチャットしてないって、本当ですかね。待って、ね、待って、なんかね、待って、ねえねえ待って、ちょっと待って、ねえねえ、全地域のさところでさ、なんか誰かなこれね、新規プレイヤーさんがさ、ハルチュンファンですこんばんはって、え、これ私のことですかね、全地域のところでなんかハルチュンファンって言われてんだけどさ、え、これ私のこと、私ちょっと全地域のところでやめてくださいよこれこれ全国の方が、全国っていうか世界中の方がさ世界中の方がさ多分見れてるところに、やばい、はるちゃんファンですって私のことだよね絶対ね、俺が慣れる頃には終わりそうって、いや大丈夫大丈夫ね、大丈夫で、自分も入れてみたって、待って、世界デビューしちゃってんじゃん待って待って、やばい、はるちゃんってね、世界中のね、ハルチュって誰だって言われないかな。ね、世界の人じゃん本当に。ね、やばいです本当に、ハルチュ全地域にハルチュがやばいやばい、みんな広めてくれてるんですかこれって。ね、やばい、さらされてる。ブザービートありがとう、南川遥香です。ね、これ。なんかありがとうございます、多分配信見てくれてる方だよね絶対、ありがとうございます。ちょっとびっくりしましたね、ハルチュンファンですって言われちゃって照れますねブザビータありがとうね、ありがとうございます。ちょっと携帯が充電切れそうなのでさ、ちょっと充電するのでさ、一旦ちょっと待って、ライトをこうしてこうして、よしね、こんばんはね、めっちゃ面白いよね本当に、笑った。こんばんはです、ブザビットありがとう、かわいい子発見ありがとうございますね。え、これは待ってね、え、待って、アイコンかぶってる、え、アイコンかぶってたアイコン、違う、だってイザナミかわいすぎるんだもんね、一回も使ったことないけどさ、アイコンイザナミにしてたんだけど、ほんとだ、かぶってるわアイコンね。じゃあ私変えるわね、なんか、え、変えなくていいかな、え、ね、めちゃめちゃ全く一緒じゃん、ね、めちゃめちゃ
私変えるよじゃね。充電が切れるまでゲームしてるからって。そうなんだよね、今 7% しかなかったね。22日参戦しますって。え、ありがとうございます、楽しみ。ありがとうございます、はるちゃんと楽しい楽しい一日を過ごしましょうね。はるちゃんファンです、ギリ。あ、ギリなんでね、これは頑張んないとギリって言われないようにね。僕はイケメンにしましたってあ、ほんイケメンだね。このキャラクターなんていう名前なんだろう、ね、うざびってありがとう。ゲームの名前もロバチュンにした。あ、やばい、読んじゃった名前読んじゃった。チュンにしてくれてありがとう。はるちゃんね、はるちゃんチュンの助にしちゃった。なんかチュンチュンにしたかったんだけど、なんかちょっと面白みをねつけたくてね。でチュン太郎かチュンの助かどうしようかなって思って、でチュンの助にしちゃった。やば、3期生は初見なのでまだ誰推しか決まってませんって。あ、そうなんですか。じゃあぜひはるちゃんのことを覚えてくださいね。はるちゃんのことも見てください。全地域の外人さんが返してくれて、はるちゃんは誰だって言われましたって。嘘嘘でしょね。待って、そんなにはるちゃんはるちゃんって言われてる、これね、はるちゃんは誰だやばいね、はるちゃんってね、はるちゃんは誰だって本当に言われてるじゃないですか。みんながはるちゃんって言うからね、はるちゃんWho is はるちゃんやばい、あ、クレヨンちゃんちゃんってね、クリオンちんちゃん、ね、22日ワクチン熱出ても入れますかと問い合わせたけど、まだ返事に来ないって。ワクチンかね、ワクチン、どうなんだろうそれはね、難しいところですね。ジャパニーズアイドルって教えてあげないとって。確かに、でもはるちゃんちょっと英語できないですね、すぎてね。可愛い子発見ありがとうね。はるちゃん、はるちゃん売れたね。 37.5 度あると、はい、以上入るあると入れないの。理由に関わらず熱があったら入れないとって。あ、そうなんですか、なるほど。なんか楽しいですねこのゲーム。なんかギルドに入ったらもっと楽しくなっちゃった。これはもうはるちゃんが先頭を突っ切っていかないとね、突っ走らないと。皆さんに抜かされないようにはるちゃん頑張るわ、ガチで。行きます先輩ってね。ギルド内で、あ、ギルドって強さ見るんですか。てかはるちゃんが強い、あ、はるちゃん強いの、はるちゃんの、え、
飛び抜けてるの。え、待って、ね、強さど でもさ、はるちゃんさ、ね、ここのさあるじゃん、ここのここの5体、これさ自分が自信あるやつじゃなくてさ、なんか適当に並べたやつだからさ、ちょっと自信があるやつさ一回並べていいですか。ちょっと自信があるやつ並べるわね。あ、どうぞってゲーム苦手。でもね、ゲーム楽しい。ちょっと並べたわ。あるやつ並べました。で、この5体を中心的に成長させてます、はるちゃんは。うん、頑張ってます今。でもまださ弱いんだけどさ、頑張ってる。チャットに最初打ったの、まさかのね、ね、織田とかハデスとかって、いや違うね。あ、ハデスは育ててる。うん、ね、ハデスは育ててるね。けど、ね、いや他の方たちも育ててる。他のさ何タイプだろう、ベルディアンみたいな、ベルディアンだっけとか、なんかいろんなタイプの人間を育ててるけど、5体育てるとさ自動だから、レベルアップはその 5体を頑張ってる。はるちゃんのギルにさあるさ、なんかアンケートみたいなの答えました？なんかはるちゃんのギルドに入りたいみたいな、なんかあるんですけど、なんかね、あれ答えないとなんか入れないみたいな。ね、答えた？でもね、私もね2日かかったから、申請も送った。いや、私2日かかった人間だからな、なんかちょっと時間経たないと無理かもしれんね。ね、お前が更新しないとかって、自分も時間かかったね。だよね、結構時間かかったよね。公式さんあるんですけど、待って、でもさ、はるちゃんツイッター、はるちゃんツイッターから入ってないんだよね。なんかね、誰だっけ、なんかね誰かがねリンク送ってくれたんだよな。あ、お友達だ。なんかお友達がねリンクをね送ってくれたんだけどさ、なんかこういうさギルド申請のフォームみたいな、もう反射しすぎてもう何も、こういうさなんかねあるんですけど、そこを申請しないといけなくて、希望参加希望者情報入力をしないといけなくて、なのでそこを入力してちょっと待てば入れますね。
ね、明日になったらまた何こと増える、何が増えるか、増えるから楽しみって、ね、あ、できることか、あ、できることかね、確かにね、はるかちゃんギルドの副マスターになってるけど承認とかできないのかなって、何それ副マスターですか、私ですか、え、何それ、私がマスター、副マスターになってる、名前の横に王冠ついてんの、え、え、待って、ロビー行くわ、あ、本当だ、メンバーを管理できます、だって副マスター、でもね、どうやって管理するのか分かりません、これね、これなんだろう、あ、え、メンバー管理できちゃうんだ、え、すごいね、早く一緒にね、したいね、ゲームしたいね、ゲームのことかな、多分はるちゃんの特徴当てちゃいましたって、嬉しいね、あの心を込めて、じゃあ特徴ってあれかな、あのうちわとかかな、いや違うかな、ね、心を込めて書きます、こんばんは、脱退させないでって、いやー脱退させないですよね、でもさ、これさ、え、私そういうことできるんですか、全然わかんない、知らなかった、それはね、私そんなことできちゃう、ね、こんばんは、ブザービートありがとう、こんばんはです、おめでたいって、ね、おめでたい、めでたい、めでたい、え、これ首にできるの、え、全然わかんない、全然わかんないんです、役に立たないと管理されてしまうって、え、これ本当に私できるんですか、え、絶対できないよ、ブザービートありがとうございます、こんばんは、ね、はるちゃんこんばんは、こんばんはです、来てくださってありがとうございます、これ、ね、これどうすればいい、ん、え、これどうやってさ、エントリーできないの、これって。UR って進めてるとゲットできるのって、あ、できますね、できるし、あのたまったらとにかくガチャを引くことですね、あの私3000たまったらガチャをめっちゃ引きまくって、それでゲットできたのでいっぱいね、でもたまにしか出ない、たまにしか出ないんですよね、マッチング中でエントリーできないだって、でギルド入って即戦力なくてもクビにしないでねって、あ、全然しないよ、そんなこと、そんなことしないよ、これどうすればいいの、
ね、俺もそれ何回もエントリー試してもダメだったって待って同じことやってるね。エントリーどうやってするのこれね、ギルド、エントリーさせてよ、バトルしたいよ。ね、できない、できなかった。チームどうやって編成するのかも分かんない。どうやってエントリーできるんですか。水曜日と木曜日、土曜日と日曜日にわたって開催されますって。なるほど、なるほど。わかんない、全然わかんない。これエントリーしたかったのにね。こんばんはね、ちょっとゲーム全くわからん。どうやってするんですか？これはできなそう？皆さんゲーム中ですか？これもしかして。こんばんは、南川はるかです。来てくださってありがとうございます。ね、ちょっとギルド入ったけどね、これようわからんですな。エントリーできないんですかこれ。うちゃんできないの？あ、ガチャ引いてましたって。ちょっとはるちゃんもガチャ引いちゃおう。ちょっと3000溜まってた。よし、来い織田信長来い。あー来なかった。ゲーム少しやってましたって。ゲームやってた？このゲームかな。このゲームだったら許してあげよう。ブザビートありがとうね。願いの泉、何それ。願いの、あ、これねえ、願い事できないね。どうやって願い事するのこれって。願い事の回数ないんだけどさ、これってどうやったら回数増えるんですか、教えて。はるちんに教えて。虹の演出見てみたい。あ、確かに。はるちゃんガチャ全然わかんない。ねえ、リセット時間になってからな。ね、いつの間にか願ってたって、ね、どうやって願えるの。ねえ
ね、ギルドロビーとさギルドボスのさ間の雪だるまさ、みんなあるか確認してよ。ギルドに入ってる方、そこさめっちゃ連打するとさ雪の結晶もらえるんだけど、したんかい、おいしたんかい、ねえ私だけかい、ねえ情報早い、なんでそんなにはるちゃんよりも早く早すぎる、ねえなんで、ねえなんでよ、早いよ、レベル27なの、高くないですか。でもね、こんばんは、うざみたありがとう、連打した、今知った、ありがとうって、あありがとう、こちらこそありがとう、なんか嬉しい、なんかありがとうって言われて嬉しい、もう私より先に知ってた方教えてよ、私今初めての発見かと思ったのに、俺ははるかちゃんのおかげでできたのよって、えだよね、はるかちゃんのおかげだよね、うんだよねちょっと知っててもさ、そこはさ、ね、はるかちゃんのおかげってみんな言ってよ、うん、ね、楽しいですね、これこのゲーム、りょっちのヒーローの災難、なんだそれは、ヒーローの災難の下のツリの、え、ゲームの運営さんですか、ゲームのゲーム作ってる方、このゲーム、え、なんで知ってるのこれ、ね、ツリーも押せたね、ツリーも、お礼はレスでってね、レスするわじゃあ、ね、ね、みんなのこのね、これゲーム作ってくれてる方なんですかね、常に先を、ね、すごいプレゼントもらえた、え、中もさ、なんかわかんないけど結構雪だるま復活早いですな、なんか雪だるまめっちゃ連打してるのに、あれどんどん復活していく、でもさはるちゃんやりすぎてさ、なんかメイズっていうやつ、メイズっていうやつさ、もうね全部終わっちゃっててさ、もう何もさやることないんだよね、あんまりメインストーリーとかを進めないといけないんだけどさ、レベルもさもう無理になってきてさ、進められなくなっちゃってさ、だからさこのゲーム何をやればいいんだろうね、何やればいいんだろう、何進めればいいのかな、ね、いまいちよく分からんって、ね、何進めればいいのか分かんない、ね、極めすぎちゃってる今ね、えなんか他になんかなんかわかる、育成もバトルも頭打ちで進めない、
なんか進めないもん、はるちゃんも進めない。なんかさ、もうさ、あれがなくなっちゃったのよ。なんだっけ、コインがなくなっちゃっててさ、ゴールドがさなくてさ、エネルギーとかはあるんですけどさ、あ、経験値かはあるんだけどさ、ゴールドとかさ、あれがあの紫のさやつがなくなっちゃってさ、もうレベルアップできない状態なんだよね。他何やればいいんだろう。課金するしかってもう課金進めてくる方がいる。課金しないともう進めないタイプ。これこんばんは、こんばんはです。課金してもそこまでいかないのにって、あ、課金してるの、課金してるの、え、待って、なんかびっくりしちゃったね。これ星のなんて言うんですか、これ、せい紫のやつ結構なくなるよね、すぐなくなっちゃうね。星屑って読むのこれあ、どこまで行ったって、12の24ですね。ね、普通のあのゲームの方は、ねえ、ちょっとギルドで話そう。領地で合ってる、領地のツリー連打してねハートって、ちょっとよしね。こんばんは、こんばんはですね。はるちゃんギルドでめっちゃ話したいからさ、いっぱい話しかけていいですか？ね、4の28で手こずってるの？4の28ってなんだっけ？4の28ってなんだ？ちょっと4の28いけるかな？これもう一回できるんですか？これできそうだな、ね、深夜にチャットしてたらどうしようって、あ、やばい、チャット控えてくださいって言われちゃうよ絶対みんなに。あ、できなかった。明日から始めますって、ありがとう、可愛い子発見ありがとう。こんばんは、こんばんはです。これはね、このノーネーム、このノーネームあれなんですよ、このね、自分は000なの。あ、まだやってないの今。あ、みんなゲームに熱中してるっちゅんねって、ね、ゲームめっちゃ楽しいですよ。もう一回やろうとしたらできなかった気がしたってね、できないよね。ね、敵との相性を見て並び替えるだけでも違うかとって。ね、だよね。あ、なっちゃんスイスイって、あ、めっちゃ当てられてんじゃん。めっちゃ当てられてる。このノーネームはあの方なんですよ。ね、こんばんは、こんばんはです。来てくださってありがとうございます。うん。ね、ノーネームにならないって、確かにね。可愛い子発見ありがとうね、早っ、
なんかね、アバターでわかる、ね、確かに。もう何もできなくなったのでみんな応援する活動しています、頑張れって。え、かわいい。え、あれなっちゃんのギルド入っちゃうかな、ね、かわいすぎる、応援したくなっちゃう。はるちゃんもね、ね、挫折したらごめんねって。あ、全然大丈夫ね、ツイッターからギルド申請したよって。え、ありがとう。ね、それで多分入れるようになる気がする。やばい、今さ、今そのスタンプを送ろうとしたらさ、スタンプ返ってきた。ね、配信見てたからチャットにさっきの件を追って。え、何を教えたんですか、何を教えたのかな。ね、スイスイが可愛いのは知ってますって。だよね。ね、ボールは置いてくるだけって。ね、バスケのレイアップシュートの話かな。てかさ、みんな多分ね、気づいてる方はあんまりいないと思うんですけどさ、この洋服、オーディションの時に着てた洋服なんです。まだ着れるね。そうだよね、1年も経ってないからね、着れるは着れるよね、絶対。左手は添えるだけって待ってやばい、バスケ好きな方たくさんいて嬉しいんだけど。でもさ、ちょっとさ、あのさ、私片手打ちできないんですよね、これできないの、ボールが重すぎてはるちゃんには投げれない。ね、いやか、フリーだ、打てて。ね、待って、なんかやばい、バスケになっちゃった。ね、可愛い子発見ありがとう、こんばんは。僕ちゃんもノーネームに改名しようかなっちゃって。え、なんかノーネームたくさんいたらさ、誰が誰だか分かんなくなりそう。もっとギルドに人数が増えれば、はるちゃんはメッセージ荒らしちゃうかもしれん。なんかさ、会話ね、これ楽しいですね、この会話。ね、バイ、あ、バイバイって言われた。やだ、バイバイしない。バイバイしない。したくない。バイバイダメだ。バイ、ね、バイ。ムザビタありがとう。ありがとうございます。ね、今何時ですか？なつきちゃん行かないでって。ね、なつきちゃん行かないでだよ。今38分なんですね。私、そんなに配信してたんですか？全然。気がつきませんでしたね。自分も明日から始めます多分って。絶対にしようよこれ。ね、これ楽しすぎる本当に。なんか毎日、毎日6時間以上はこのゲームしてますね本当に。最近睡眠時間を削ってこれをやってる。そのぐらい楽しいですよ。ハイチュンが好きだと叫びたいって、ね、めっちゃ叫んでくださいそれは、うん、楽しいゲーム。これはもうあれですね、私が暇な時
なくなりそうなくらいゲームしてるかもしれん。6時間は無理？無理か。いや、いけるよ、6時間。いけるいける。すごく楽しいゲームですよ、このゲームは。でもね、最近さ、成長できなくてさ、ね、負けちゃうよ、うん。ゲームしたいから明日仕事休みたいって。ね、わかります、その気持ち。なんかゲームさ、ハマるとさ、何もしたくなくなるよね。はるちゃんさんの嫌だ結構好きですって。あ、本当ですか。え、じゃあもうずっと嫌だって言ってよかな。腹減ったからゲーム中止してパン食い始めたって。あ、ね、腹が減っては戦はできぬですよね。アネチュンもやってるっちゅんって。アネチュンどうだろう、ママチュンやってるって。わかんない、え、やってない気がするゲームね、わかんないんですよね、はるちゃん。うん、ね、ゲームやってるのかな。ね、やってない気がするんだけどさ。全部オートでいいなら使ってない端末それ専用で回してもいいんだけどって。あ、全部オートで大丈夫ですよ。あの、成長させることも必要だけどね、全然オートで十分ですよ、これって。結構回せます。うん、でもたまに負けちゃう時あるけど、ま、負けたらあの配置を変えたり、なんだろう、成長させたり必要になってくるけど、それ以外だったらオートで言ってくれますね。ね、だから私はね、オートにしててさ、ずっと進んでさ、寝ちゃってる時あるんだよね、なんか。いや、それはないかもしれん。最近負けてしかいないってね、わかるんだよね。はるちゃんもさ、最近負け続きでさ、これね、どうしよう、このゲームどうやったらいいんだろうね。星くずもさ、なくなってさ、コインもなくなっちゃってさ、もう成長できないからさ、はるちゃん違う、なんかさ、あれをやってるんだけどさ、違うエリアというか、なんかカタカナのなんとか、なんだっけ、なんかガストのなんとかみたいな。あ、ごめん、それ違かった、チェーン店だったなんだっけ、なんかカタカナのさ、3文字かな、なんかそういうさ、なんかあったじゃないですか、ガストのなんとか、ガストのなんとか、ガストなのよあ、ハデスだ、それだ、ハデスの地獄をそれやってる、うん、ガストじゃない、間違えた、あ、ごめん、間違えた、3文字は覚えてた、だからね、ガストかと思ったら違かったわ、全然違うよって文字数だけ合ってたね、よかったよかった、うん、ね、え、私ガストのさ、ガスト一時期ハマっててさ、あ、ファミレスですね、ガストのなんとかは3-27、私3-27進んでる。違う、ガストのなん、違う、ガストさ、一時期さ、中3の時ハマってまして、なんかほぼ毎週1回は行ってて、毎週 1,2 回行っててさ、あの友達と、それであのパフェとポテトしか食べないで帰ってきたりしたんですよね。あの頃何の組み合わせで食べてたんだろう、パフェとポテトの組み合わせでずっと食べてたんだけどさ、なんでこの組み合わせ普通にパフェとさ、ね、ポテトだけ食べて帰ってきてたんだけどさ、何してたんだろう、ね、ガストって腹減ってるちゅんかって。あ、お腹ね、空いてるね。あの今日キムチ鍋の残りを、あの残りっていうかつゆを、あのうどんにして食べて、次はおじやにして食べます。
ね、おじやにして食べる。それびっくりドンキーでやってるって。あ、ほんとよくやってるね、美味しいよねパフェ。びっくりドンキーもね、私行くんだけどね、ね、私もパフェ食べてる。びっくりドンキーでよくパフェ。高いよ、高、結構高いけど、うん、でも好きなんだもんパフェ。そんなに頻繁に行ってたのって。結構行ってた、土日行ってた。土日が多かったな。ね、美味しそうって、ね、美味しかった。びっくりドンキー連番したい人生だったって。連番ですか。ね、連番か。ね、いつか会いそうですねそれは。セーフセーフセーフ。ね、ビクドンって言うの？ね、びっくりドンキーのことビクドンって言うんですか？いちごミルク美味しいんですか？へえ、今度食べてみますね。ビクドンって何？え、ビクドンって言うの？はるちゃん初めてその略し方。あわれ地域びっくりドンキーなくなったの？マジか。ね、仕事がお早いですよね。ね、可愛い子発見ありがとう。ね、キムチ鍋の締めはちゃんぽんが美味しいっちゅんよって。ちゃんぽんか、初めてだな。私あれですね、おじや、おじや違う、おじやにして食べてるよく。ね、ちょっとうどんはもう食べきったので、あの配信終わったら食べます。多分わかんない気分。新潟びっくりドンキーあるのってわかんないんだよね。新潟ありますか？まだね、新潟に何があるのかがわかんない。びっくりドンキー、え、あるやん、あった、行きつけあるの？びっくりドンキーの行きつけあるんですか？すごくない？ね、イタリアン食べました。食べた。新潟市内2つなの？なるほど、ありがとう教えてくれて。ね、じゃあメンバー引き連れて行ってこようかな。ちょっとびっくりドンキー行きたい。でも新潟市内じゃないけど、のルアだっけ、ルアのご家族さんとね、びっくりドンキーだっけ、なんかね行ったことはありますね。ね、年末に新潟市内に行く予定あですが、いい食べ物屋さんありますかって。どうだろう、なんだろう、なんかね、私よりね多分他の方の方が知ってるけど、あの弁慶のお寿司めっちゃ好き。ね、あとなんだろう、ね、皆さんおすすめのご飯屋さんってありますか？なんか行きつけじゃなくても、何でも、行きつけじゃない、なんだっけ、なんかすごく美味しいお、あのご飯屋さん、なんか多分皆さんの方が知ってそうだから。弁慶は絶対に行くべきってですよね。なんかなんかね、なんか人生変わりますよ。なんかお寿司ってこんなに美味しいんだみたいな。とんかつまさちゃんっていうところ、初めて聞いたかも。で、可愛い子発見ありがとう。
こんばんは。バッセンのカレーって確かにね、カレーね美味しいよね。ブザビタありがとう。松屋っちゅんかなって、あ、それ私やないかい。松屋ね、私の行きつけ松屋なんですけどさ、みんなも行きつけ松屋にしちゃう。これ何、スザカーヤって言うんですかね。マクドナルドってね、マクドナルド、え、それは多分ね、新潟じゃなくても美味しい気がするね。三日月、あ、三日月のイタリアンね、美味しいよね、わかる。三期生公演の前に必ずバスセンターのカレー食ってるって、あ、そうだったの？ね、近いからね。ね、近いからいいよね。うん。え、これなん、これ須坂屋やってんの？え、私食べたことあるかも。え、あるかもしれん。タレカツ丼、私食べたことある気がするね、青島、ね、俺もおすすめのご飯屋さん知りたいって。え、だよね。ね、ミスドも美味しいよね。わかる。焼きあご塩ラーメン、なんだろうそれは。え、これ写真撮るわ。青島も、あー、東横の濃厚味噌ラーメンもね、美味しそうだよね。新潟あまり行ったことないのでご飯屋さん教えてくださいって。え、なんか毎日のように新潟にいそうな、なんか毎日のようにというか結構新潟来てる方だよね絶対ね。タレカツ丼はとんかつ太郎、新潟に住んでますけどわからないので教えてくださいって。え、待って、新潟に住んでるなら多分はるちゃんより多分詳しいのかと思います。共振圏ラブラの裏って、これ共振圏って読むのこれって。え、待って、なんかさ、そのさ、ラーメン屋さんさ、ラーメン屋さんかな、なんかさ、ラーメン屋さんかな、なんか、あ、やっぱり、いや見たことあるなって思ったら、え、ここ美味しいんですか。私さ、まださ、新潟来てさ、ラーメン屋さんさ1店舗しか行ってないからさ、ちょっと行ってみるわ。ここリーズナブルなの、ね、こんばんは、こんばんはです。ね、ちょっとあの皆さんのコメントを写メ撮って行ってきますね。ちょっと、あ、ごめん、なんかすごくカシャって。いや、はるか俺だレスクレのコメント入っちゃったじゃないですか。ちょっとね、よし、おととい劇場すぐ近くのチャーシュー屋、ムソ、じゃあムサシだこれね。あの、私もさ、ムサシさんしか行ったことないですね。夏木俺だレスクレって、なっちゃんいるのかなね。新潟駅の地
近くのファミマ行ってそこでおにぎり買って新幹線で帰りましたわって。新潟駅の近くのファミマってどこだろう。でラーメンなら一等山空車あたりも安牌ね。あ、そう昔のラーメン南の場所、そうね、ご存知ですね。新潟駅前のロイヤルホストかなこれね。こんばんは、ことぶき屋の大判焼き美味しいの。なるほど、皆さんめっちゃ知ってますね。ね、武蔵小次郎ニャースだにゃってだよね。え待って違う、武蔵で思い出した、違う違う違う、あのさ武蔵で思い出したんだけどさ、サトシがさ卒業しちゃう、ポケモンのサトシがさ卒業しちゃうんだけどさあ、56分、やばいね。じゃあサトシがさ卒業しちゃうんですけどさ、ね、杉本選手大丈夫かな、あのバスケのさ杉本天翔選手がさ、私さ人生初めてインタビューさあのさせていただいたんですけどさ、あのさサトシが好きですって言ってたんですよ。そうピッピの時、そうそうサトシが好き、ポケモンのサトシが好きですって言ってて、それでさえあサトシ卒業だって、あえって大丈夫かなってね。ね、どうなるんだろうね、ポケモン好きですって言うんですかね。ね、あの詳しくはハルチュン BB を見てください。全力応援アルビ BB の中のコーナー何話だっけな、24ぐらい、22ぐらい、23、えなんだどのぐらいだっけな、うん、ショックなので今日の試合は欠場ですって。今日ショックだったんですかね、ショック受けてそうで。確かにサトシの娘が主人公なのかわかんない。それはそれではランキング読みます。危ない危ない。13位からいきます。13位、カズヤとハチマキのひとちゅんありがとうございます。12位、よちくんちゅんありがとうございます。11位、ノアの箱舟ちゅんありがとうございます。10位、シーバスちゅんありがとうございます。9位、みなみかわごーちゅんありがとうございます。え私ありがとうございますって言ってた、ずっと待って記憶にない、待って。8位、ちーぼーちゅんありがとうございます。えありがとうございますって言ってた、待って。7位、ぎばちゅんありがとうございます。6位、なほこちゅんありがとうございます。5位、ビールバラちゃんありがとうございます。4位、酒井修一ちゃんありがとうございます。3位、ボンちゃんありがとうございます。2位、南川ロバちゃんありがとうございます。そして第1位はてるるるるてん、トムちゃんです。ありがとうございます。ありがとう、あ言ってたならよかったあなんか記憶になくなってさ、いきなりね、よかったよかったですね。はるちゃんファンですってありがとうね、ありがちゅんです。今日も配信見に来てくださった方ありがとうございます。明日の配信はあのメールとあの予定時間入れるのでよろしくお願いします。あ23話でした、23でした、 ありがとう、ポケモンの話教えてくれてありがとうだそうですね。今日も一日お疲れ様です。配信見に来てくださってありがとう。お疲れてありがとう。また明日ね。おやすみなさい。皆さんいい夢見てね。ありがとう。バイバイ。また来てね。またね。おやすみルカチュンって。ありがとう。いい夢見てねって。あ、ね、いい夢見てください。ね、私よりもいい夢見てください。ね、ちゃんと寝ろよって。ありがとう。でもサッカー見るから。ね、サッカー見るからね。うん。じゃあね、またね。バイバイ、またね。バイバーイ。